はい、酒好きな新潟市の飲酒動画。今日は、チューハイですね。久々です。タンタカタンの、梅酒ソーダ割り。ということで、タンタカタン、懐かしいですね。そこに、まあ、シソ梅酒ですけど、まあ、そこにあるんですけど、どっか行ったっけ？これタンタカタン買ったよな。あれ？俺買ったっけ？違うっけ？タンタカタンって俺、前買った、気がしたけど、あれ気のせいだったっけ？タンタカタン俺まだ買ってなかったっけ？シソ梅酒ね。シソ梅酒ねじゃない。シソ焼酎ね。うん。多分気のせいですね。アルコール度数 4%、梅酒入り。原材料が青梅とシソと醸造アルコールと加糖ブドウ糖液糖となってます。青しそ香る梅酒ソーダ。国産梅を 100% 使用し、香料、着色料を無添加で仕上げた、タンタカタンの梅酒をソーダ割りのすっきりとした味に仕上げました。鮮やかなルビー色、香り高い青しそ、赤しその風味、梅酒の爽やかな味わいをお楽しみください。こちらはローソンで売ってました。タンタカタンの梅酒自体飲んだことない。タンタカタンってそもそもあれだよ。シソ焼酎だね。そうそう、ヤフオクで購入しました。じゃーん。ニッカウイスキーの、ね、タンブラー。ここにニッカウイスキーって書いてある。まあ、2個で確か1500円で、買いました。なかなかね、重量感も。まあ、重量感はそんなにないけど、しっかりして、作りがしっかりして。それじゃあ。乾杯。ほら、赤しそだ。赤しそ。タンタカ。タンタカタンの梅酒って。ああ、タンタカタンの梅酒っていうのが売ってるんですね。へえ。へえ、タンタカタン。シソ焼酎、タンタカタンに使用されているシソを使用し、香料着色料無添加で仕上げました。だって。はぁ、アルコール度数12度。梅酒だって。うん。値段が1100円ぐらいで売ってるみたいです。その商品の、あれか。ソーダで割ったやつか。うん、まあ言うてタンタカタン自体飲んだことないんだけど。あれ？なんかすげえパクリ商品がある。透明なタンタカタンの梅酒だって。サントリーのあれじゃねえか。あれとそっくりじゃねえか。なんだっけ。なんだっけ、なんとかの梅酒。すげえ、ボトルのデザインもそっくり。デザインじゃない。ボトルの形もそっくり。タンタカタン。タンタカタン自体飲んだことない。あんまりなんか、しそ。梅とかは好きなんだけど、梅干し的なのは好きなんだけど、しそっていうのがね、うん。
でもよく考えるとこれ、タンタカタンでこれ 300ml のやつもあるんだね。それだったらこれ、いいんじゃない？安いっていうか、ちっちゃい容量で売ってるんだったら買ってもいいですね。今度買ってみようかな。ああ、いいね。まあ、食わず嫌い、飲まず嫌いはね、あれですから。やはり飲むべきでしょう。梅干しは好きなんだけど、シソはそんなになんかな。まあ、シソふりかけとか好きなんですけどね。ただし。シソふりかけ大好きですね。だから案外いけるかもしれない。タンタカタン。梅焼酎とかあれば面白くない。梅焼酎、あ、それだと梅酒になるのか。うん。違う。なんか。もうちょっとこう、梅干し酒みたいなのあればね。いいんだろうけど。梅干し酒みたいな。まあ、ねえか。しそ焼酎とかさ、黒糖焼酎とか、あるじゃないですか。そのくせ、ないってことは、その、梅干し焼酎とかないってことは、まあ、ないんだろうね。多分ね。そして、今日ですね、間違えて買ってきた、間違えて、このゴールデンハイボール、先ほどまでこう見えてるんですけど、ゴールデンハイボールはね、俺これ飲んでなかったかなーと思って買ってきたんだけど、普通にググったっていうか、動画にまだもうあったんで、これもとりあえず、ついでに飲んじゃう。ここでね、これに入れて。これね、ちょっとね、残念なことはね、このグラス？タンブラー？残念なことに、ちょっとこう、すぼまってるじゃないですか。だからね、俺がね、氷入れようとしたらね、途中で突っかえるんですよ。そこが唯一、残念。ちょっと、でかい氷が入らないっけ。ああ。でも、宝のゴールデンは結構美味しいと俺は思ってる。焼酎の。これじゃなくて、焼酎の方のゴールデン。うん。あれはね、タカラの焼酎ハイボールのドライの、作るときに、あれ、自分でね、ドライの味わいを再現しようとすると、あれがいいです。ゴールデンを炭酸で割ると、結構似た味になる。うん。まあ、これ自体ね、このゴールデンハイボール自体結構、焼酎ハイボールに似てるんですけど。あとこれね、このタンブラー、ここの口の部分が、結構鋭いんで、ちょっと口当たりがちょっと若干痛いような感じはある。
そこがちょっと、ここはね、すげえ結構、触るとね、痛くはないんだけどね、結構ね、薄いから、ちょっと口に当てたりすると、若干こうなんか、若干痛いような感じはあるね。そこがちょっと残念ではある。かなと。このタンタカタンはですね、オエノングループという、会社、合同主制。合同です。合同の。株式会社合同とか。まあ、知らん人は全く知らないと。まあ、その、まあ、ソフト進行とか。ソフト進行っていう、秋田生まれの焼酎とかを扱ってる会社ですね。まあ、ぶっちゃけて言うと、全然、あれです。三流メーカーですね。俺もほとんど知らない。俺ですらそんなに知らないって。あれ？まあ、あと電気ブランが有名か。まあ、タンタカタンが多分一番有名でしょうね。この会社だと。やっぱそんだけやっぱタンタカタンは売れてるんじゃない？多分、タンタカタンは売れてるんでしょう、ね。チューハイ、ブリッジ。ああ。まあ、今度ちょっとタンタカタンを買ってみよう。普通のタンタカタンの。しそ。あ、これアルコール度数20度って結構少ない。普通25度とかだけど20度なんだね。しかも焼酎、香類、お酢類、混和なんだ。はあ。タンタカタン。え、昆布焼酎なんてあんの？じゃがいも焼酎もある。なんだこれ、昆布焼酎だって。コンカネタン。ここの会社すげえな。じゃがいも焼酎なんてのもある。昆布焼酎あるんだったら梅干し焼酎作ってくれや。誰か。梅干し焼酎とか作ってくれや。昆布焼酎、コンカネタンと、じゃがいも焼酎、ごしょたん。だって。へぇ。見たことねえんだけど、こんなの。あ、でも昆布俺好きなんで、昆布好き。昆布好きっていうことでもないけど、まあ。まあ昆布好きですね。ほら、だし用昆布ってあるでしょ。だし取るために、ね、売られてるでっかいやつ。あれをですね、俺買って、普通にそのままパリパリ食ってた時あった。昆布のね、味が好き。なんか、つまみにね、つまみっていうかさ、おしゃぶり昆布とかがあるでしょ。だから、一時期それにハマって、まあ、ぶっちゃけ、ハマった時があって、
おしゃぶり昆布ってやけに少ない量で、あの値段がちょっと100円とかするじゃん。なんか高いじゃん。だからなんとかならないかなと思って、ちょっと出汁昆布買って食ってみようぜと思って一回食ったら、いや案外うまいんだよね。普通に。しかも、量めっちゃ入ってるし。しかも安いし。あれ500円ぐらいでめっちゃでかいの買える。今までそのおしゃぶり昆布とか買ってたのに、なんか、バカみたいに思えるぐらい量が入ってるから。あれ結構美味しいです。ただちっこくこう切って、ハサミとかで切って、ちっちゃくして食わないと、結構あれ、あの、腰が強いんで、あの、すんげえ噛まないと、一向に柔らかくならない。そんなこんなを言ってると、なんか食いたくなってきた。今度また出汁昆布でも買ってくかな。つまみに食う。つまみにいいよ、つまみに。酒のつまみにいいぞ。出汁用昆布。出汁用昆布そのまま食ってるやつなんて俺ぐらいだろうな、多分。多分俺ぐらいだと思う。ああ。いや、だってさ、おしゃぶり昆布高いんだもん。あれ、すぐなくなるんだよ、あれ。おしゃぶり昆布だ、あれな。あの、すっげえすぐなくなるの。もうバリバリ食ってるとね、すぐなくなるのさ。そのくせ高いんだよ。100g で540円もする、これ。これちょっと高いぜ。100g だよ。100g500 円だよ。あれ、あの、出汁用昆布だったら 1kg で500円ぐらいだ、多分。ほんとそんぐらいのレベル。スコンブとかあるじゃないですか。あれ大好きなの。あの、宮古昆布とかね。宮古昆布とか大好きなんですよ。おしゃぶり昆布とか、宮古昆布が超好きで。特に梅の味の、あの、なんか、梅味昆布みたいな。宮古昆布も好きなんだけど。あのね。おしゃぶり浜風とか。おしゃぶり浜風のあの、梅味とか大好きなんですけど。これね、今見たら 11g しか入ってなくて多分100円なんですよ。ってことは 100g 1000円ぐらいする計算なんです。高くね？高い。ぶっちゃけ高い。ので、あの、一度、100均とか100円ショップに売ってるね、あの、昆布を買ってみたらいいと思う。昆布っていうか、あのダイソーとかに売ってる、あの、出汁用昆布、出汁用ね、出汁用の昆布を、昆布ね。を買ってみるといい。案外うまいから。出汁用昆布と煮て食べる昆布は違いますって。あ、そうだ。出汁用昆布食べる。うまいぞ、出汁用昆布。結構しょっぺいけど。塩昆布うまいよな。食いたくなってきた。ただこれをね、細かく切ってね、切るとうまい。多分。普通にうまい。まあ、むしろおしゃぶり昆布以上にね、あの、コシがあるからね。てか、厚い。あの、分厚いから、
おしゃぶり昆布以上におしゃぶれるっていう。おしゃぶり大好きな人間はね、あれですよ。持ってこい。ああ、これとかうまいわ。これも。株式会社クラコンのね、塩昆布町のね、塩昆布美味しかった、これ。これそのまま食ったけど。塩昆布。塩昆布ってほら、本来はこう、なんだ、ご飯にかけて、で、なんかお茶漬けみたいにして、お湯入れて食うんだけど、俺そのまま食ってましたね。そのまま食って、しょっぱいんだけど、まあいいや、って。つまみになる。まあでもね、だし用昆布は安いよ。とにかく安い。本当に安い。なんでこんなに安いのっていうレベル。っていうか、ぶっちゃけた話、なんで、おしゃぶり昆布はあんなに高いのって言いたくなるレベル。なんであんな高いんだな ?10g100 円とかすんだよ。おい、10g ってなぁ。ちょっとびっくりするよな。なんでだし用昆布とさ、何が違うのかよくわかんない。まあ多分なんか、その昆布自体のなんか、手間暇かかってるからとかそういうこと、わかんないんだよな。なんでそんな高いのかわかんない。ですよね。それがわかんない。ああ、めっちゃ食いたくなってきた。今度100均で、あれ、だし用昆布買ってこよう。だし用昆布買って、ハサミで切って、パクパクうまーみたいな感じ。いや、本当にね、美味しいですよ。案外。多分食ってるの俺ぐらいだと思うけど。それぐらい俺昆布好きなんで。ただ、別に昆布好きっていうか、ただ、あんまりおでんの昆布とかあんまり好きじゃない。おでんの昆布とか別に好きじゃないんだよな。おお、もう今日、もう28日か。もう終わりだぞ。ちなみに俺、会社が、1、2、3休みなんですよ。はぁ、3日しか休みねえのかよ。正月3日しか休みねえの。31も仕事なんですよ。本来休みだったんだけど、31日の午前中だけなんか、仕事入ってくれ、ゆっきーくん、31日、仕事、頼めるかな、とか。言ってきやがって。かー、ふざけんなよ、と思ったけど、いや、よく考えてみよう。実は31日あれなんですよ。ほとんどの社員休みなんで、そういう時に出ると、1.5 倍なんですよ。休日出勤、プラス、なんか俺の会社よくわかんないんだけど、1.5 倍になる。前もそうだった。前確か俺正月に3日あたりに出て 1.5 倍だったんで、うめえと思って。1.25 倍じゃなくて 1.5 倍なんで。俺の会社なぜか。あれ?で、いろいろ前ググったんだけど、本来 1.25 倍らしいんだけど、休日出勤って 1.25 倍なはずなんだけど、俺の会社に 1.5 倍だなと思って。なんでなんだろう。わからん。わかんねえけど。まあ、1.25 倍じゃないです。1.5 倍なんですよ。
はい、ということで、3443です。ご視聴ありがとうございました。